はい、まあ、そんな形でですね、まあ、このプロレスの世界にですね、まあ、こういうビッグカードね、WWE の、まあ、スーパーさん中村慎介さん対ね、この武藤敬司さんの、まあ、もう一つのグレートムタ、ね、中村慎介対グレートムタっていうのがこう1月1日の元旦に来年のね、決定しました、うん。でまあ、そんな、まあ、前回の動画の続きです、そんな中村慎介さん、まあそういったちょっとね、プロレス暗黒時代という時代をですね、まあ支えてね、まあ現在まだプロレスではちょっと一つブームになってるんですね。まあ、その立役者の一人として大活躍されたと。で、まあ16年の1月にですね、まあ新たなる刺激、環境を求めて、まあこの WWE に、まあ、入団されて、そしてスーパースターとして世界中のプロレスファンを今魅了しているという状況ですね。はい。そしてですね、まあ、この決まった、煽り VTR でですね、中村慎介さんというのはですね、慎介中村対グレートムタ、ね、言葉はいらねえな、これは奇跡だ、イヤオっていうね、イヤオって言わはったんですよ。フネプレートしながら、こう、イヤオっていうね、そういうような、こう、これすごいですよ。この中村慎介さん、前はこの二人の戦いっていうのはね、もう入場シーンだけでもお金が取れるっていうことで、例えばこの中村慎介さん、まあ、この WWE でね、要は日本人というわけですよ。その中で、まあ、一つね、この人気レスラーの証、要するに入場シーンですね、プロレスというのは。その入場シーンの中で、彼はこう、ザ・ライジング・サンって言ってたら、トゥー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 っていう、このリズムに合わせてね、くれくれとしながらですね、入場してくるんですよ。で、これに、この音楽に合わせて観客が、こう、ってこうね、もうこの入場ブームができるっていう、これはもうポップスターの証なんですよね。要はプロレスラーっていうのはもう入場で見せれるっていうのも一つのね、ね、人気の証ですよ。で、その入場っていうのにすごくファンが湧く。もうこの入場の一挙手一投足が、この非常に中村慎介さん、もう本場のね、このプロレス、アメリカのファンにね、こう受け入れられてるという状況がもう何年も続いてるってことなんですよね。そしてグレートムタの入場もすごいですね、ムタさん、武藤さんのね。グレートムタの入場もね、やっぱりこう、武藤さんの、まあ、曲をこう、なんて言ったかな、和風に変えてね、こと、てん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 みたいな感じなんですよ。これも武藤さんは入場は格好ですよね。やっぱりこのグレートムタという、こう、悪の化身という形でこう、普段の武藤さんとは違う、こう、なんて言うかな、こう、ちょっと奇妙な、こう、ゆっくり行きながら、っていうのまあ、なんかこうペイントしてね、忍者レスラーと呼ばれて当初活躍されておられました。まあ、この入場シーンだけでもね、この2人の試合を見るっていうのはね、お腹いっぱいになるぐらいのね、まあ、これ一つ注目すべきところなんですよね。ちょっと見てみたいですね。はい。でまあこのね、グレートムタとね中村さん、まあ、アメリカで大成功した日本人レスラーの、まあ、先輩後輩対決って感じですよね。なんと以前の動画でもお話しさせてもらいました、このザ・ロック、ドゥエイン・ジョンソン。ドゥエイン・ジョンソンというのは今、ね、有名なハリウッドスターである。で、そしてプロレスラーとしても並行してるわけですね、ザ・ロックという名前で。で、このドゥエイン・ジョンソンが、まあ、幼少期憧れた人が、なんとこの武藤さんです。まあ、アメリカで、まあ、グレート・ムタという名前でね、やってたんで、その、ドゥエイン・ジョンソンさんが、この要はティーの時ね、そういう若い時代の時にプロレスを見て自分のアイドルやった存在っていうのが武藤さんなんですよ。その聞くと、そのいかにこの凄さっていうのかな、ね、まあ、今やハリウッド一のスターですよ、ドゥエイン・ジョンソンさん。彼がプロレスを志したというかね、一つその時のね、少年時代にアイドルやったのがこの武藤さんなんですよ。だからこの、ドゥエイン・ジョンソンさんがこう映画で来日してね、で武藤さんに会ったりして、そして俺はムタに会ったんだぜっていうような形で、ね、仲間にこう自慢するっていうようなね、そのくらいのこう武藤さんはアメリカでも、ね、こういう存在なんですよ。すごいですね。え、ちなみにこうなんでムタっていうのかというと、武藤っていう発音がね、外国の方はしにくいですね。ムトゥみたいなね、ムトゥっていうのが変形してムタっていう形に、ね、なったとこういうようなこともあるんですね。はい、ではまた次回ありがとうございました。